はい、んんは、い、えー、みなさんんこにちです、えー、世界国連加盟国193か国をですね、えー、2030, 年2030年の10月31日までに回る予定でい,るいます。はいで、今回紹介するのがですね、えー、東ポーランドの首都のワルシャワです。はい、でですね、このワルシャワを訪れたのが2012年の6月、夢と訪ねました。はい であのこのこまずあのこのこポーランドの地図なんですがあの隣接するのがですねロシア、リトアニア、ベラルーシウクライナ、スロバキアチェコ、ドイツ結構接してますねいろんな国とで海にも面してですねあの,あのバルト海にも面していますで首都のワルシャワがです、ね、ちょうど中央よりやや東寄りのこの辺ですねはいであと有名な街としてはこの南部のクラクフこれ以前の首都です。はい で、このです、ね、あのワルシャワを訪ねた理由っていうのが2012年の6月にあのサッカーのヨーロッパ選手権があのポーランドと隣国のウクライナーで開催されましたで、そこでですね、その試合をちょっと見に行くっていうのが今回の、まあまあ、旅行の目的でで、ではいでした、しワルシャワはです、ねまあ、このとおもう <laughs> その時期っていうのはもうワールドカップ一色でですねで、 開幕戦がポーランドで行われてで決勝がウクライナで準決勝が両方ポーラワルシアとそのウクライナでやるというんでその準決勝の試合をです、ね、ちょっと見に行ったんですがあの、まあ、地元のポーランドとです、ねまあ、あのロシアみたいなカードが見れればいいなと思ってたんですが残念ながらポーランドはもう予選で会えなく敗退してでこの準決勝のカードとしては。 ドイツ対イタリアという強豪、まあ、国同士の試合になりました。はいでまあ、試合前の雰囲気は、ね、すごくこう華やかで,、はい、で会場でもいろんなアトラクションがあってです、ね、楽しめました。はいでまあ、観客もぎっちりでですね、まあ、いいで,で、まあ、場所柄はあのドイツの方が近いんですかね、あのドイツの応援団の方が多かったような気がします。はい、でこの試合でですねあの2対1でイタリアが勝ったんですが。 イタリアのフォワードであのパロテンリっていう黒人の選手がですね、ちょっとブレイクして、で2得点決めたんですが、その 2, 2, 2本目のシュートがものすごくてですね,ね、まあこのシュートが見えただけでも、ポーランドまで来た甲斐があったかなというふうに思いました。で、ワルシャはですね、あのショパンの生誕の地で、こういったショパン博物館みたいなものもあります。 であとあの旧市街も非常にですねこじんまりとして、まあ、面白くてで、まあ、楽しめる街かなという感じがしましたでところがですねこの、まあ、ヨーロッパ選手権で、まあ、いろんな観光客が来てると思うんですけど特に特別な催しっていうのは特に何もないんですねあの民族博物館みたいなものはですねこの時期に合わせたようにこう休館になってましたし あとそのななんかショパンにまつのるイベントみたいなものも特に何もないしでこのワルシャワに入る前がです、ね、あのチェコから入ってきたんですがもうチェコのプラハは商売系があってです、ねね、もう音楽シーズン6月ですからとっくに終わってると思うんですけどもう毎日のようにいろんなところでこうコンサートを開いていてでそこでまあ外貨獲得に一生懸命で物も一生懸命売ると。 ところがポーランドでは、まあ、全く通常の、まあ、平常の中に、まあ、一部こうサッカーがこう来てるとヨーロッパ選手権に来てると、まあ、そんな感じですかね、まあ、ですのであんまり賞味気のない人たちでしたねはいであのあと,あとですねこのポーランドちょっと面白いなと思ったのがあのホテルの中でですねあのちょっと映画を見たんですが アメリカ映画をそのポーランド語で吹き替えてるというやつだったと思うんですけど男役役役ももも女性役も子供でですすねね同じ人間が吹き替えてんですねでそうするとなんかこう中の朗読みたいな感じでまあ全然感情移入ができなくてつま,まんなくなってまあすぐそのはい見るのをやめたんですけど。 あのちょっとポーランドの人たちってですねああいった同じ人間が朗読みたいな形で映画を見て、まあ、楽しめるのかなとまあ、面白い国の人たちだなっていうふうに思いました、まあ、ポーランドっちったらですねあのアンジェワイダー監督が確かポーラ,ポーランドでですねでまあ、映画に関しては結構先進国だと思うのではいまあちょっとした驚きでしたはい であとこのポーランドについてのです、ねまあ、評価、ワルシャンについての評価なんですが、あの面白いと危険度っていう意味じゃです、ね、これ非常に面白いと思います。えー、まあ、文化的なものもあるし、食べ物も美味しいし、人も親切だし。ということで、あの5段階評価の星4つ。はい、であと、あの町も非常にいいですね、これも星4つ。はい、で物価はです、ね、どうかな、特に高いとも安いと思わなかったので。 星3つですかね、はい、であとこのワルシアポーランドで考えられるビジネスとしてはですねまだあのアジア系の人間をです、ね、そんなに見なかったですね中国人も韓国人も、まあ、日本人もそんな多くなかったということででアジアの人を対象にした、まあ、旅行のインバウンドビジネスというものは、まあ、これからまあ需要もいくらでも増える、まあ、伸びしろもあるし面白いんじゃないかというふうに思いました。 とということでですね、今回は、えー、ポーランドの首都ワルシャワの紹介でした。